ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG GT43 フォードアクーペ2020年式7000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。やってまいりました、はい、ヨンさん、はい、で今回はちょっと僕思ったんですけど、はい、そんなに超最新車種っていうわけでもないですし、うん、ボンドチャンネルでも過去 AMG GT ご紹介させていただいていることもあるんで、はい、ちょっと違う切り口でご紹介させていただこうかなと、はい、でどういうふうにご紹介させていただこうかなと思ったんですけど、4353の違いを今回ちょっとスポット当ててちょっと紹介したいなと、はい、で僕も今回ご紹介するにあたって、43ちょっと調べたんですよ、はい、で当然53もこう比較で調べるじゃないですか、うん、でおそらくそういうふうに気になってる人が多いみたいで、はい、4353違いとかって結構検索でこう、はい、候補で出てきたりするんですよ。あ、そうなんですね、はい、ただこうピンポイントでそこに関してこう、うん、解説してる動画っていうのはあんまりないんですよね、うん、ホームページなんかも、はいはい、まあ、もちろんそのオプションリストとか、まあ、自分でピックアップすれば、はい、まあ、違いなんかっていうのは分かりますけど、うん、なかなかここが違うんですよっていうのを紹介してるのがなかったんで、はい、ちょっと今回それをやろうかなと、うん、はい、果たしてこう買いはどれか、買いはどれか、はい、最終的にそうです、はい、あとオプションのそのありなしもあるんで、まあ、どういう仕様が、はい、まあ、どういう人に向いてるのか、うん、でもちろんその63っていうその頂点の問題ありますけど、はい、ちょっと今回それを置いといて、そうですね、はいはい、単純に4353の比較でお届けしたいと思います、はいはい、で今回まずご紹介するのが43で割とこうツボを押さえたオプションパッケージがついてくるものなんですよね、はい、そうですね。もともと車的にはもう4353で、はい、400万円ぐらいの価格差があると、はい、で400万円の価格差どこなんだとってことですね、はい、でちょっとそれを今回僕あのオプションリストで全部リスト化してきました。あ、そうですか。ただ車的にはさっきもちょっと触れましたけど、あの、はい、通常のメルセデスの派生モデルじゃないじゃないですか、はいはい、もう立ち位置がもう全部こう AMG じゃないですか、AMG からですね、だからどれ乗ってももう間違いなくもう満足度は高いと思うんですけど、はい、結構内容違うんですね。内容違いますね。でちょっと僕まとめてきました、はい、でやっぱり超えられない壁もあるんで、はいはい、後からもうどうにもできないところもあるじゃないですか、はいはい、なんでちょっとその辺だけ抑えれば、はい、結構こう必要なものだけ選んでいただいて、ね、はい、まあ、結構価格も安く、はい、安くって言ってももうベースが1000万円超えてますんで、超えてますからね、ですけど、はい、まあ、手頃な値段で、うん、まあ、この車に乗れるのかなと。そうですね、でまず機能的なもの、はい、4353の一番大きな違いというと、はい、エアサスかなとですね、はい、で43になると標準でバネサス、はい、でオプションでエアサスなんです、はい、ただバネサスって言っても電子制御がついてるんで、うん、まあ、乗り心地の硬い柔らかいなんかの切り替えができちゃう、うん、できますね、はい、でこれが、パッケージでつけることもできるんで、はい、まあ、小島さん的にはもちろんエアサスの方がいろいろ利便性としては、個人的にはどっちでも本当ですか、いいかなと思います。僕圧倒的にエアサスかなっていう。あ、そうですか、はい、やっぱり車高の上げ下げができるっていうのと、はいはい、まあ、乗り味の変化がやっぱりバネサスよりかも、うん、もうちょっとこう極端にというかできるじゃないですか、はい、でも確かこのパッケージつけ、エアサスパッケージつけるといろんなのついちゃう、ついていますパッケージあるんで、はい、まあ、43に関してはもうつけちゃった方が僕はいいとは思う。そうですよね、はいはい、であと、大きな違いとしては 4WS、はい、あと電子制御式の LSD、はい、ここが、43だとついてこないということで、はい、だここがどうしても欲しい方だと、はい、もう漏れなく53に行っていただいた方がいいのかなと、はいはい、ただそこまで使いますかってところじゃないですか、まあ、そこをついてていい利点っていうのはどうですかね。まあ、ステアリングフィールがだいぶ変わると思うんですよ、うん、4WS でまず、うんうん、であとはまあ電子制御式の LSD だと、まあ、走りがだいぶ違ってくるのかなと、はいはいはい、なんでそこまで求める方だと、はい、もう43っていう選択肢がなくなっちゃうんで、うん、でこれオプションでもどうにもならないですよね。ならないです、はい、だそこを求める方はまあ漏れなく53かなと、うん、であとは、ちょっとこっち行きましょうか。外装紹介はいいっすよね、します。いやいや、いいんじゃないですか、はい、いや、いっぱい動画あるかなと、はい、だと外装で、大きな部分としては、はい、ブレーキが、一応アップグレードできない、はいはい、ですよね、はい、ベースだともうこのシルバーの、はい、このブレーキになるんですけども、はい、53だとオプションつければアップグレードが可能ということ、はい、例えば、ビッグローターにしたりとか、はい、あとカーボンセラミックにしたりとか、はい、その辺なんかもできると。そうですね。ただもう車がもう最初からもうAMG じゃないですか、はい、ベースモデルとかじゃないじゃないですか。だからここに関しては本当に欲しい人だけというか、うん、まあ、正直、これ中古車市場で、まあ、一例かもしれないですけど、
カーボンセラミックとかビッグローダーってついてればいいようなぐらいなんですよね。それがついてなきゃいけないっていうお客様って本当ごくわずかだと思いますので、まあ、そこはあえて別にいいのかなと思いますけどね。だって僕の想像なんですけど、おそらく豪さんでカーボンセラミックってほとんどいらっしゃらないんじゃないですよね。あの店で言うとそのぐらいちょっとギャップあるじゃないですか。そう、はい、そこを引っ掛けるのであればもう63に行っちゃった方がいいかなっていう、はい、そうですね。その辺もあるんで、まあ、あんまりこの辺は、うん、そのキャリパーの色、はい、イエローキャリパーとかにも43の場合できないじゃないですか、はい、普通は、うん、うちだとできちゃうじゃないですか、はい、できちゃいますね、はい、イエローどころか別に何色でもキャリパーペイントできるじゃないですか、はい、ここはあんまり気にしなくていいのかなって、うん、いいと思いますね。もちろんブレーキ性能も求める方にはまあ必要かもしれないですけど、はいはい、まあ、そんなにこう街乗りでも、まあね、GT のクーペ乗ってる人だったら結構こう攻める人いるかもしれないですけど、まあ、このクーペでどうかなっていうところありますからね。そこかなという、うん、はい、そしてあとは、ホイールつながりでいくと、ホイールが19インチが標準に、はい、なるんですよね、はい、43だと、はい、それが53になると20インチになるということで、はい、ただここもオプションだったりだとか車外ホイールたくさんありますから、はい、ありますからね、まあ、ここもあんまりこだわらなくていいのかなっていうふうには僕は思いました。逆にねちょっと値段を抑えてホイール変えてもいいですよね。そうですね、はいはい、そういったところも楽しめると思います。だと外装つながりでいくと、うん、一応ナイトパッケージの方が43だとついてないということで、はいはい、まあ、ミラーだったりだとかボディ増殖になったり、はい、あとバンパーの先端がボディ増殖になったりとか、まあいいですかね、あとで言えばね、はいはい、そんな感じかなと。ただここもうちの場合どうにでもできちゃうじゃないですか。できちゃいますね、はい、で、あのゲレンデみたいにこうライトが全然違うんですよとか、はいはい、そういうわけじゃない、ね、変えられないオプションじゃありませんからね。そうなんですよ、はい、まあ、普通だと変えられないオプションなんですけど、うん、 そうですね、はい、うちだとこう手が加えられるんで、まあ、ここもあんまりこう、うん、気にしなくていいのかなって思っちゃいました、はい、僕は。だと外装に関してはそんなにこう大きな4353の違いっていうのはないんですよね。ないんですよ、はい、もちろんそのシルエットも一緒ですし、うん、細かいところ見てっても、はい、もうほぼ一緒同じですね。だ結構43で53仕様にしてる方っていうのも少なくないですよね、うん、だからその多分その何て言うんでしょう、そのこだわってる人っていないですよね。53が欲しくて43買った人とか、あ、43買ったから53仕様にしたいとかって、さっきの話じゃないですけど、43にある程度価格帯を抑えながら53のご予算で自分のドレスアップしていくっていう方の方が多いかもしれないですね。なるほど。あ、でも絶対数的に数少ないですからね、 GT クーペって。ああ、そうですね、はい、そんなにすごくこう台数多い車ではないんですね、はい、そしてあとはちょっとこれ4353の違いではないですけど、はい、車が後期ということで、そうですね、はい、ルーフが大きく違う。そうです、2020年の7月登録からですね、なってる車はパノラマルーフに変わってます。それまでは普通のサンルーフ、スライディングルーフ、はい、じゃあ後期になって開かなくなったってことなんですね。そうですなるほど、はい、じゃあこれ結構じゃあ車選びでこう重要視されるというか、ちょうど年式とかでやっぱりそのなんていうんですかね、2020年式でも同じ車でも価格帯が結構差があるんですよ。そこの違いはやっぱサンルーフで見分けてもらわないた方がいいかもしれないですね。まあ、後期っていうかその仕様変更で、仕様変更ですね、ルーフの違いがある、はいはい、あります。だ結構そのサンルーフついてなきゃ嫌だとかっていう人も多分いらっしゃると思うので、まあ、サンルーフが欲しければもう、まあ、形的には仕様変更前の、まあ、前のものですね、はい、選んでいた、まあ、前期に関されるかどうか分からないですけど、そうですね、そのスライディングルーフの方に選んでいただかないと、はいはい、後期になるとこっちになっちゃうと、はいはい、でまた今回また次の新車でちょっと変わってくるみたいなんで、あ、なるほど、そうなんです、はい、でそれまだ全然納期未定みたいです。新車全然来てないみたいです、はい、そんな仕様になるみたいな、はい、だと後ろに回ってって、まあ、ちょっとこの仕様の違いなんかに関してはもう本当にエンブレムだったりだとかちょこちょこっとしたとこかなと、全体的なシルエットも変わらないですし、はい、まあ、この辺なんかも本当に、まあ、買いやすいというか、うん、っていうとこかなと。それこそポルシェみたいにグレードでもう全然後ろのデザインも、うん、あのシルエットも違いますよってなってくると、うん、うーんって思うじゃないですか、はいはいはい、ただこれに関しては、はい、もうほとんど一緒というか、はいはい、本当に細かいその積み重ねでグレードの違いなんで、うん、まあ、本当に乗りやすい車かなと思います。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。どうしましょう、リモコンで開けますか。リモコンで開けましょう、はい、はい、こんな感じでもうさすがな開口部の広さと、はい、はい、ただここがちょっと高いんですよね、やっぱり。そうですね、はい、このモデルは。だ荷物を入れるときはこう上からよいしょって入れる感じで、はいはい、ゴルフバッグ入れてみましょうか、はい、毎回ちょっとあのクラブも刺さってなきゃカバーもしてねえじゃねえかよって怒られるポイントですけど、いや、それはもうあの残念ながらカバーがないんです。いいじゃないですか、目安でお願いします。余計なこと言うなってさ、はい、目安でお願いします、はい、こんな感じです。もうここは皆さんの想像力を生かしていただいて、はい、まあ
クラブはクラブじゃない、バッグもこう種類によってちょっとそうですね、なんか結構そのゴルフやってる方もやっぱり、ね、お客様でご来店されたときにこのバッグでやらせていただいてるんですけど、はい、皆さんもバッグの大きさ分かってらっしゃるんで、はい、あ、まあ、このバッグよりもう使ってるのちっちゃいからさみたいな感じで、まあ、想像力を働かせていただいてやっていただいてるので、そこら辺はもう、はい、あと原車確認で、あのちょっとお手数ですけれども、あのご使用のバッグ持ってきていただければ、もうそうですね、試しに積んでみるなんてこともできますので、はい、まあ、お気軽に、まあ、なんとなくのサイズ感のイメージが伝わればいいんじゃないかなと、はい、こんなトランクになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装の方がちょっと仕様違いだけ先に説明させていただいていいですか、はい、4353の違い、大きなところで言うとまずシート、通常43の場合だとアルティコ×ダイナミカのシートになると、で53になるとこれはナッパレザーのシートになる、でオプションでナッパレザーもございます、はいはい、43の方のオプション で今回の車はなんとそのナッパレザーのオプションが、はいはい、入っているということで、はい、スベスベレザーになって、そうですね、はい、あとは一応オプションで43だとフルレザー仕様っていうのはできないんですけど、はい、53だとフルレザー仕様ができると、はい、あとインテリアのパネルも、43通常ピアノブラックですけれども、53になると標準でアシュウッド、はい、で43の方のオプションで、一応アシュウッドにもできる、はい、で今回の車はアシュウッドになっております、はい、そして53だとさらにその上というか別ラインナップでブラウンアッシュの、ウッドにもできるそうです、はい、であとダッシュボードも、レザーアルティコ、53だとそれがナッパレザーのオプションも選択可能、はい、ということで、はい、今回エクスクルーシブパッケージが入ってるんですね。そうです、はい、でこれがみんなが欲しいものセット、セットですね、はいはい、ナッパレザー、ウッドインテリア、ヘッドアップディスプレイ、ベンジレーション、シートヒーター、AMG スカフプレート、ブルメスター、パフュームアドバイザー、はい、この辺なんかがそっくり全部入ってるんで、そうですね、個々のオプションというよりももう全部まとめてお買い得プライスみたいな、ね、感じで、これはもう絶対つけておいた方がいいですね。だから43素の状態だと、はい、まあ、ちょっとそうですね、寂しいかなっていう気もしなくはないですけど、はい、いやいや寂しいです。ただこのパッケージつけると限りなく53のベースの標準装備のところに近づくんで、はい、なりますね、もう全く見劣りしない、はい、しないです、はい、これはちょっとつけといた方がいいですね。むしろ中古車で探すんだったらついてるの絶対探した方がいいですね、はい、逆にもうこれ言っちゃここで言っちゃいけないかもしれないですけど、それついてなかったら今回この動画は成立しないぐらい、あ、そうなんですか、いやそれぐらいやっぱり、まあそうですね、見劣りがやっぱりね、うん、じゃあ仕入れる時も結構そのレザーエクスクルーシブパッケージは、もうそれはもう絶対ですね、絶対です、はい、見て選んでる感じですね、見て選んでます、はいはい、あともう一個大きいところとしてはルーフライナーが、一応43だとファブリック、はい、そして53になるとオプションつければアップグレードが可能ということ、はい、ここはちょっとオプションでも変更ができないらしいんで、うん、はいはい、まあ、ここはちょっと気にされる方はそうですね、上見ないでもなって、そうですね、ちょっとどうしても超えられない壁なんで、今回そのオプション変更できないところは超えられない壁と説明させていただきます、そうですね、はいはい、ここはどうしてもちょっと超えられない壁なんで、はい、まあ、ここだけ、はい、気にされる方は気にされるのかなって、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。ちょっと今回機能の紹介は飛ばしていいですか、また試乗しますよね、じゃあその時にちょっと、はい、ちょっと触れたいと思います。そして4353の違いに戻ると、どちらもこのナッパレザーのステアリングですけども、53だとちょっと選択肢が広がって、はい、ダイナミカとのコンビのステアリングが選択可能ということ で、はい、でちょっとその辺を希望されるんであれば、まあ、もちろん53なんですけど、うちの場合ここも変更できるじゃないですか、できますね、はい、だからそこもあんまり気にしなくていいのかなと、はい、超えられます、そうです、ここは超えられる壁なんで、壁ですあと、まあ、シートが、まあ、標準だと同じものですけども、はい、オプションで、はい、ダイナミックシートと、はい、あとマルチコントロールのシートバック、はいはい、あとリラクゼーション機能なんかも、はい、オプションで追加できると、はいはい、だともう一つ大きな違いとしては、シートヒーターのプラスしてここのアームレストの、アームレスト、はいはい、ヒーターも53だとオプションで付けられると、はいはい、で43だと付けられない、はい、ここも多分部品移植といえばできなくはないんでしょうけど、そうですね、まあ、一応超えられない壁としておきましょう、そうですね、はい、でここ必須っていう方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、いらないですね、ここ必須の方は53でオプション付きか63を買っていただいて、はいはい、そういう感じになります、はい、だとちょっと4353の違いではないんですけれども、はい、一応今回ご紹介させていただいているのが、右ハンドルってことで、はい、結構足元違うんですよね、足元ね、はい、まあ、基本的なペダルレイアウトに関しては、まあ、割とニュートラルというかそんなに癖ないんですけど、こっちの左側、うん、ここの出っ張りが右ハンドルだと大きいんですよね、うん、だフットレストもちっちゃいし、こう置いた時にふくらはぎにこうちょっとタッチしちゃう、でこれが左ハンドルだとこの出っ張りが反対側ないんで、うん、そうなんですよ、フットレストをこうしっ
っかり使いたい人は、はい、左ハンドルの方が割とペダルスペースあるんですよ、足元のスペースは。これ左ハンドル乗ったことあります？あります。たまたまあの乗り比べじゃないですけど、はい、2台一緒に撮影させていただく機会があって、うんうんうん、両方乗ったんですよ、うん、足元のスペースは左ハンドルの方が圧倒的に良かったです、はい、ただ利便性で言ったら絶対右ハンドルじゃないですか、うん、どっか行くにしてもチケット取るにしても、はいはい、なんで、まあ、そこら辺はちょっと迷うとこかもしれないですけど、うん、どっちがいいですかって僕おすすめ聞かれたら、うん、右ハンドルって言っちゃいます。まあまあね、足はね。そうです。でそこの利便性も全く気にしないよっていう方は左ハンドルの方が僕はいいかなと思いました。うんうん、であとは、スピーカーがブルメスター、はいはいはい、こちらが、53だと標準でついてきて、はい、スピーカーも13個なると、はい、でそれが43標準だと5スピーカー、はい、ということでこの辺は結構違うのかな。違いますね、はい、でもちろん今回の車はついてますんで、ついてます、はいはい、じゃあ後ろの席も見てみたいと思います。後ろも、4353で結構な違いがございまして、はい、53だとシートヒーター標準ですが43だとオプションになると。そうですね、で今回の車はついてます、はいはい、安心してくださいのところですね。だとエアコンの方も、43標準がデュアルゾーンですけれどもオプションのちゃんと3ゾーンのエアコンになっていると、はい、でこれが53になると標準で3ゾーンになるんで、まあ、この辺の装備がやっぱり53の方が充実してるかなと。そういった感じはいかがでしょうか。いや、よろしいですね。僕さっきちょっと座ったんですけど少し硬いかなっていう。硬い、はい、クッションが。ああ、硬いですね。ちょっと硬いめ、ね、しっかりめですよね、はい。まあ、車が新しいんでまだちょっと全然へたってないのと、うん、まあ、あと車の方向性的にちょっとこうゆったりふわっとっていう感じじゃないじゃないですか、うんうん、はい、そうですね、ちょっとその辺がキャラクターとして出てるのかなっていうのは思いました。でもやっぱりそのやっぱり前期後期じゃないですけどパナラマとサンルーフの違いは後ろはかなり違うと思いますね。なるほど。ここは開放感が全然違います。明るさなんかも。明るさもですね、はい、スペース的にはいかがですか。小島さん身長いくつでしたっけ。168です。はい、十分ですね、うん、十分ですけど、まあ、ちょっと背の高い方だともしかしたらちょっとあるかもしれないですけど、まあ、でもここら辺もちゃんとくぼみができているので、はい、大丈夫。まあ、その辺はクーペデザインなんでまあしょうがないというか、そうですね、はい、しょうがないという部分ではありますけど、まあ、必要にして十分な。なんだパナメーラとかと比べたら乗り口とかも全然乗りやすいと思います。なるほど、はい、こんな感じの座席になっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が、当然4353でちょっと馬力が違います、はい、一応43だと367馬力トルク51キロ、はい、53になると、435馬力トルク53キロということ で、はい、で馬力が、比較でいうと68馬力ぐらい、はい、ただトルクほとんど変わらないですね。そうですね、2キロぐらいしか変わらないという、はい、街乗りはもしかしたらそんなに変わらない。そうですね、踏むと結構違いそうな感じはします、うん、ね、でこれはもう結構おなじみのエンジンで、まあ、いろんな、450系のエンジンとか、はい、53系のエンジンの中にも積まれている、はい、M256 エンジン 48V のマイルドハイブリッド、これ ISG でしたっけ、はい、ミッションとエンジンの間にそうですね、入ってるやつだ。これの僕欠点言っていいですか、はい、音が最初に欠点言っちゃいますか、はい、言っちゃいます、はい、これちょっと僕バカなんで、ね、やっぱりクランキングの音欲しいんですよ、はい、あとこうマイルドハイブリッドなんで、うん、こうちょっとこう人工的な音がするじゃないですか、うんうん、そこが唯一ちょっとこう、うんって思っちゃうんですよね、うん、っていう方もいますし、はい、僕の周りは皆さんすごいいいエンジンだと。本当ですか。いう方もいらっしゃいます。いやもう乗った感じはめちゃくちゃいいエンジンなんですよ、はいはいはい、燃費いいし、うん、あのトルクありますし速いし、ただやっぱりこう走ってるこの音と、うん、あとかけた時のキュキュキュブーンじゃなくて、うんうん、ブーンじゃないですか、かかり方がちょっとそこにもうあれってちょっと思っちゃうんですよね。すいません。そうかな、はい、ただエンジン自体ものすごくすごく、うん、あの革新的なエンジンだって知ってました、うんうん、小島さん。なんかベルトレスなんですよね。ベルトレスそもそも、はいはい、でなんかもう今後のことも結構見据えて、うん、4気筒と結構共有化しやすい設計らしいですよ、うん、あそうなんですか、はい、まあ、スペース的なものしかりだとか、はい、まあ、部品 の、 その共有的なものしかりだとか、うん、はい、で ものすごくこういろんな細かい技術を使って、はい、その低燃費とか環境負荷とかもすごく高くなってて、はいはい、なおかつその味付けに関しては、はい、もちろんその AMG の手組みのエンジンではないですけど、うんうん、なんかそもそも F1 の方 の、 なんか、うん、あの技術でちょっとこう監修してるというか、うん、らしいですよね。それはちょっと F1 の方は、まあね、大体落とし込んでるってのは知らなかったですね。らしいですよ。だからそのナノスライドとかって言って、はい、そのエンジンの内部コーティングのやつだったり、はいはいはい、
だ結構その小島さんも最初おっしゃってましたけど、その4353だと手組みのエンジンじゃないって、はい、そこ結構寂しさ感じられる方も多分少なくないと思うんですけど、はいはい、これはこれで全然それちょっとあれですね、はい、僕営業トークにちょっと加えさせていただきますF1 のところはこうね、はい、もちろん手組みではないんですけど、はい、いろんな技術が詰め込まれた、はいはい、ああそれ勉強になりました、はいはい、ちゃんとしたエンジンらしいです、はい、続いてテント周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高すぎる。輸入車買い取りはボンドカーズ。輸入車買い取りはボンドカーズ。ここパーキング押しづらくないですか、いつも思うんですけど。まあまあね、うん、ね、ちっちゃいですね、うん、こんな感じになっております。レバーにしてほしいです。だって僕あの内装紹介でちょっと紹介するの忘れちゃったんですけど、はい、あのここのダイヤルとボタンも53だとオプションで付けられるんですよね、はいはいはい、だそこをどうしても欲しいっていう方は多分あんまりいないと思うんですけど、ね、ここでね、はい、調整できちゃう、ね、そうですね。正直やっぱ車、自分の車もそうだけど、はい、なんていうかな、スポーツモード、マニュアルモードって、はい、そんな買えないよね。あったら帰りもしれない。まあまあそうですね、うん、そうですね。最初ちょっと面白がって押したりはするかもしれないですけど、うん、だからそれが例えばハンドルについてなきゃいけないってことはあまりない気がします、はい、ね、まあついてればついてた、ついてればついた方がいいと思いますけど、だ思ったのは僕あのよく見て買った方がいいのは43、はい、53は割とこう、あ、そうですね、そうですね、オプション細かくチェックしなくても、はいはい、標準装備のものが多いんで、はいはい、割とそのまま変えちゃうかなって、はい、まあ、もちろんその53をさらに豪華にしてる車もあると思うので、はいはい、まあ、見て買うにこうしようがないですけど、うんうん、まあ、53もねやっぱりスト、ね、フルフルついてるのがありますから、ちょっとじゃあ今回は確認の意味合いを込めてちょっと一周待っていきたいと思います、はいはい、で結構硬いって言われるんですか。何が乗り味が言われますからしいですよ、市場では。僕読んだいろんな読み物だと、あの、まあ、2ドア、4ドア両方硬い、ね、いや、2ドアは硬いと思いますけど、はい、4ドアはそんな硬いって思ったことないです。でもシート自体がやっぱりちょっと、あ、確かにシート硬いですよね。硬いですよね。で全体的になんていうのかな、全体的にちょっと低い、うん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 、低いじゃないですか。ポジションも低くできますよね、うん、だからちょっとその座り方によってはちょっとってなる場合もありますね、うん、結構だから223が出るまでに、S からの論理会の需要も多かったらしいですけど、はいはいはい、キャラクターがまず全然別ですよね。全然違いますね、はい、本当に GT の4ドア、はい、でもよりスポーツ色が強いというか、うん、走りの車だなっていうのは、うん、でもシフトの、はい、まあ、あのオートマなんかは全然違うじゃないですか、4ドアと2ドアで。そうですね、うん、ちょっと精神衛生上良くないんでアイドリングストップをオフにさせていただいてもいいでしょうか、はいはい、燃費とか言ってたくせに、はい、でもどうなんですか、はい、アイドリングストップあるからって燃費変わりますか、はい、むしろそっちについてることによる、はい、なんかそのエンジンに対する負荷の方がっていうのは最近言われ始めてますよ、はい、結構ですね。
やっぱりクランキングの瞬間が一番こう、うん、エンジンに負荷、メタルに負荷がかかるんで、うん、ただこの ISJ の場合だとあの、うん、セルモーターじゃないんですよ、いわゆる、うんうんうん、ミッションとあのエンジンの間にこう挟まってる、その機械でこう直接エンジンかけるんで、うんうん、それ言われてからね、いやもう全然そのキュキュキュ気にしてなかったけど、やっぱ言われると気になっちゃうな。欲しいですよね。うん、いや、つっちそれまたいつものあれじゃねえのと思ったけど、思ったけど、言われてみるとやっぱ物足りないね。なっちゃうんですよ。いや僕この AMG GT が出た時も割とショックだったんですよ。4353、うん、展示会があるじゃないですか。つい最近 RS7 を、うん、RS7 もあれそれなんですよ、ね、うんうんうん。クランキングなしで。マジかと思っちゃって、うんうん、古い人間なんて。いやいやいや、でもそれでもなんだろうな。でもちょっとそこは本当に人間アップデートして、いやいや、それがちゃんとでもそれはちょっとな、本当に思った。いい、うん、ダイナミックシートついてますよ。あ、本当だ、ついてますよ。いいですね、うん、はい、パフォーマンスのシートにできないんですよね。そうですね、43だと、はい、あのレカロ製の硬いやつ、はいはい、あれは結構賛否ありますからね。そうですね、あれはちょっと、はい、あの分かりますよね、うん、分かります。はい、そして馬力の方が360馬力ってことですけど、はい、ちょっとこの先で少しだけ、はい、硬くないですか全体的に乗り味。全然僕乗れますよ、乗れますけど、全然乗れるけど方向は割とスポーティーだな、うん、やっぱり GT の感じです、うん、でもなんか扱いきれるぐらいのなんか馬力、うん、程よい感じ、はい、おー早いって感じじゃなくて、はい、うん、いいっすね、うん、ちょうどいいのかもしれないですね、431番、うん、いいんじゃないかな、はい、なんか一番下のグレードってね、はい、磨れがちですけど、はい、いいと思うな。だってもう一番下のグレードではありますけど、もうお家柄が AMG じゃないですか。そうね、はい、サラブレッドですよ。サラブレッドね、はい、うん、もう普通のメルセデスのベースグレードの一番下のモデルとは違うんですよ、やっぱり、うん、違うね、うん、だからやっぱりちょっと食わず嫌いだったかもしれない、私も。本当ですか、うん、って言い方に、その43をもうちょっと、はい、あ、もうちょっとそのなんていうのかな、言葉楽しちゃうとベーシックよりなのかなって感じだけど、それってでも絶対王者63がいるからじゃないですか。ああ、そうだね、63抜きで考えたら、うん、もう全然超あの十分というか、うん、刺激的だし、うんうん、ちょっと63が別格すぎますよね、うん、だから63が全てっていう概念がもしかしたらあるかもしれない、はいはい、確かに。いや、めっちゃトルクありますよ、うん、車軽いっすもん。軽いね、うん、足回りも全然、うん、今足入れよ S にしましょうか。割とでも固めですよ、やっぱり、これで S にしたって感じです。うわ、音全然違いますね、うん、ちょっと作られた感、うん、あ、作られた感ね、パン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 が、うん、出ました。あとはちょっと大きさかなと、うん、5メーター超えのこのボディと、うんうんうん、幅も1900超えてるじゃないですか、うん、このデカさはちょっとこう乗り手を選ぶかなっていうのは思いました、うん、どうですか競合車種パナメーラ。いや、あの僕別、全く別だと思いますよ、パナメーラ買われる方と、うん、この AMG 買われる方、うん、まあ、そこ行ったり来たりとかしたことある方だとちょっと、うん、あの恐縮ですけど、うん、はい、全然違う、全然違うと思います、うん、はい、どこと同じですかね、グランクなくないですか8のグランクーペ。ここら辺ってこう車のキャラクターっていうか、その立ち位置的にはグランクーペとか、うん、あの A7 とか、うんうん、まあ、RS7 か、うんうん、S7 か、うん、S7、はい、スポーツバック、はい、あの辺とかパナメーラとか、うん、まあ、似たちょっとシルエットと車の方向性ですけど、うんうん、乗ると全然違うっすよね、うん、違いますね。この辺はちょっと本当に合う合わないキャラクター違うんで、うんうん、機会があれば乗り比べていただきたい、うんうん、はい、そう思います。いや、欲しいな、家の車に欲しいですよね。そうするとまたな、生意気言ってんだよって言われちゃうんですけど、余裕に欲しいっていうぐらいはいいじゃないですかでもすごいいい車じゃないですか、いい、このスタイリングで荷物も乗せて、うん、人も乗れて、うん、
いや僕あの S7 乗せていただいた時もすごく感動したんですよ、うん、あんな車ないなと思って、うんうん、めっちゃ乗り心地いいし安定してるし、うん、人も乗せて荷物も詰めて、うん、でもその、はい、メルセデスベンツもこれまあちょっとそのなんていうのかな、なんていう一意見かもしれないですけど、はい、以前よりこのいかつさがなくなってるじゃないですか、いい意味で。ああとんがってない、とんがってないですよ。だからこう GT 乗っててもうわうわちょっとなんか大丈夫みたいな感じじゃないじゃないですか、はい、それはもう63に任せてたんじゃないですか。いや大丈夫、そのイメージですよ、乗って例えば、はい、お近所さんだとかさ乗ってた時に、そういうことすか、そうそうそう、世間体、世間体的に、はい、その威圧的なものじゃないじゃないですか。ああ確かに、うん、ああ今コンパクトも出てるし、そうそうそう、確かにそうですね、そのイメージで、はい、ちょっと GT のね、はい、クーペだったのもちょっと押し出し感強いから、はい、おーってなりますけど、はい、確かに、だからすごい幅広く、うんうん、いけると思いますよ。確かに女性も乗りやすいんじゃないですか、カメラもねちゃんとついてるし、そうですね、うん、はい、乗りやすいのも機能もついてるし、カメラボタンどうですか、うん、カメラそこ、ここです、そうなんですね、サポート系充実してるんですよね、うん、もう安全装備はだってもうメルセデスがほとんど全部ついてるじゃないですか、うんうんうん、でこの辺のサポート系もついてるから映ってると思いきや、はい、全然ちょっとだからまあこのサイズでも、うん、まあ、一応最大限サポートはしてくれるんで、そうですね、だからこのあとは本当に味付けじゃないですか、うん、この固めのスポーティーな味付けと、うん、そこを良しとするか、あとは意外に少ないじゃないですか、だからあまりそのすれ違わない。あ、確かに確かに、はい、っていうの一つ魅力だと思いますね。あとだから CLS とどうなのっていうところはちょっとあるかもしれないです。CLS、はい、いやでもそれは後ろがベースが違くないですか。いや車が被ってるじゃないですか、クーペタイプのフォードはです。いやいやいや、トランクが開くのかこうリアゲートがガバッて開くのか、あ、はい、でも乗り味全然違くないですか。だちょっとそこの乗り味がどんだけ違うのかちょっと確認したいです僕は、うん、車はいい車ですこれ、はい、めちゃめちゃ、いや乗った感じ、はい、53は乗ってないですけど、はい、43でも十分、いやいや全然十分ですよ、はい、ということで十分以上です、十分以上ですね、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけど、はい、総評いいですか、はいはい、買うべきは、買うべきは、はい、私がですか、いや小島さんでも僕でも、そういきなり総評って言われたからえそうなんですか、はい、いや僕はあのそうですね、やっぱ車両紹介してるだからって思われちゃうかもしれないですけど、私は43で、パッケージオプションがパッケージが入ってるものを買って53の予算を使っていじる、それが僕はいいと思います。あ確かに、はい、はい、僕もいろいろ今回ちょっとご紹介させていただいたのと、はい、まあ、資料を見返して、はい、越えられない壁っていうのが意外に少ない、はい、もうまた繰り返しになりますけど 4WS、はい、LSD、はい、あとそのシートの機能関係、はい、あとはレーザー関係、はい、それぐらいしかないんですよね、はい、まあ、あとそのエンジンの違いもありますけど、はい、だそこだけ全然あの譲れるよっていう方は、うん、本当にこの43のパッケージオプション、うん、200万円分、はい、これすごく買いなんじゃないかなっていう、そうですね、はい、今日本当に再確認しました、はい、だからやっぱりあのなんていうのカーセンサーとかで今まで 53にしかチェック入れなかった人が43にチェック入れて、そうですね、ちょっとこう幅広く見ていただいてもっていうのは思いますね、はい、そうするとだいぶ選択肢が広い、はい、そうですね、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GT43 フォードはクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.